桃太郎電鉄シリーズ、桃太郎電鉄 DS 東京ジャパン桃太郎、電鉄 DS 東京ジャパンは、ハドソンが発売した、ニンテンドー DS 向けのボードゲーム、桃太郎電鉄シリーズ第17作。ニンテンドー DS 向けの作品だが、これまでの携帯ゲーム機向け作品と比べて、対戦人数が最大3人である点、プレイ年数が最大30年である点、 登場するカードが45種類しかないなど、やや見劣りする部分が見られる。理由は、携帯アプリ版の、東京、ジャパンを 2-in-1 移植したためで、アプリ版を、フォーマ形ー態で遊べない人をターゲットにしたとのこと。しかし、佐久間明の予想より、大幅に、フォーマー加入者及び au 加入者が増えたため、アプリ版経験者が多いと予想し、新規イベントなどを入れている。なお、 DS 本体、クリスタルホワイト同梱版も発売されている。は、携帯版には登場していない、物件駅。物件駅お茶の水、四谷、立川、鞘山、浅霞の5駅は、カード売り場からの昇格である。カード売り場テレポート駅、物件駅カード売り場ぶっ飛び、駅マグネット駅。ありがとうございます。